では KTR ゲーム X をやっていきたいと思います。今日もね、悪の中で王国作るキングダムアークやっていきましょう。で、今日ね、何をしたいかっていうと、洞窟攻略に行きたいんだよね。俺もまだ行ったことない洞窟なんだけど、以前ね、アベレーション生物がいる洞窟行ったと思うんだけど、あそこに赤と青だっけ、ジェムが2種類あって、で、ジェムって赤、青、緑って3種類あるから、とりあえず全種類コンプしたいから調べたんだけど、なんかね、ラスト1種類だけ別個で洞窟にあるらしいんだよね。そこら辺を踏まえて残りの1個のジェムを探しに行きたいんですが、洞窟にあるということなので、まあ、せっかくなので、まあ、ちょっと行ったことない洞窟ですので攻略も兼ねていきたいと思います。まあ、筋肉でいくか。まあ一番ちっちゃい形、まあ俺サソリで行こうかな、せっかく作ったし。まあ小型の生物もしくは筋肉の縛りで行きましょう。私はサソリの勘ダウンので行きたいと思います。あ、そうそう、なんかね、インフィーさん家とかの近所だったから、一応ね、どこにあるんだろうなーって見に行ったら洞窟だったんだよね、そこのジェムが。なので、もうそしたらみんなで攻略すっかみたいな、そんなノリで、今回ね、洞窟行こうと思って、なんかアーティファクトあったらいいなみたいな感じなので、アーティファクトあればそのままね、アーティファクトもパクっていこうかなと思っております。それでは皆さん、洞窟の入り口まで行きましょう。ちょっと座標は覚えてないので、現地まで行って座標をチャット欄に書きます。それは、あ、座標は59.072.4 ですね。川沿いですね、川沿い。スピノとかがいる沼地の川沿い。メガロケロスで行こうとしてる人いる。クリスマスもう終わっちゃったけどな、めちゃくちゃクリスマスカラーしてんなこれ。メレ490あります。筋肉鍛えすぎじゃ、その鹿。その鹿の筋力やば。わら最終用だから。なるほど。モロックだ。まあでも余裕だろうな、こんなところ。サソリで、まあ余裕でしたみたいな感じでしょ。あ、今日の動画早く終わっちゃったな、みたいな感じになっちゃうよね、どうせね。尺足りねえな。尺足りないわな、これな。なんか、卵だろう、なんかマグマサウルス子供一緒に連れてきてんな。何してんだ、こいつ。何してんだ、こいつ。しかもなんか散歩連れて行きたいらしいけど、子育ての途中に来たの？しょうがないから散歩連れてっといてあげようか。なんかマグマサウルス育成中なんだけど、この人。あれ、親御さんどちらに行かれたんですか？散歩の判定されてますよ。なるほどね。あ、じゃあ、まあまだ、ちょっと、すり込み 100% だぞ、このマグマサウルス。ってことは、141号さんは、わざわざ一回クライポットに入れて出して、こいつに入れて、撮影のために持ってきて見せたの。な、こいつ、目立ちたがり屋だぞ。こいつ目立、あ、こいつ目立ちたがり屋だな。なるほどね。クライポットに一回入れると、もう一回インプリントやってって言われるからね。入らん、入らん。でかすぎじゃ。入らんから。でかい、洞窟のサイズじゃないそれ。小型らしいよ。小型じゃない。大型ですそれ。大型も大型の大型ですそれ。そのマグマさ、どうすんのそれ、大人になったらここで。要するに絶対メッシュするって、そこで大人になったら。そこで大人になって、絶対メッシュするから、ここで大人になったら。どうせこれあれでしょ、育てる時間がめんどくさいから、洞窟攻略をさせといて、その間に帰ってきたら、大人になったら楽ちんだなとか、そんな安易な感じでしょ、どうせ。どうせそんな感じでしょ。面白い大学生はほっといて、そろそろ行きますか。はい、はい、アマルガを定期的に見せびらかしてくる大学生です。レベル150のアマルガをソロテイムしたっていうところで。ちょっと、ちょっと、何言ってんの、あんた。ちょっと、とりあえず殺しとくか。あいつ殺しとこうぜ、とりあえず。あいつ殺しとくか、しょうがないな。人を撃っていいんだったら、お前自分撃たれてもあれだよな、文句言えねえよな。お、殺そうぜ、あいつ。マナガルムごと殺してやろうぜ。なんかあいつどっか行ったぞ。あいつ逃げたぞ。洞窟行く前にも内戦が起こってるから、これ。ちょっと待って、これ東ドイツ、西ドイツで分かれてるよ、これ。戦後のドイツみたいに分かれてるから。ちょっとベルリンの壁はちょっと作るのやめよう。それでは、参りますか。なんだっけ、青ジェムだっけ、なんだっけ、今、宝石なんだっけ。なんか日本語名が新しくなってよくわかんないんだけど、ブルージェムじゃなくなったよね。青い宝石。なんか、農作業さ、なんか、ファーミングシミュレーターのカマキリおるぞ、これ。ファーミングシミュレーターカマキリできたんだ、これ。すごいね、カマキリ。ちゃんとスキンがあれなんだ。つくんだね。どっかのディナプティクスは尻尾にしかカボチャつかないのよね。
最終的に141号さんはあれなんだね、普通に生身なんだね、しかもクロスボウっていういいね、気合入ってるね、さすがだね、気合入ってる大学生ちげえなやっぱそれじゃあ皆さん行きますか。俺どうなってるか知らないから、あの適当に行くけど、なんか迷った時は適当に頑張る。あ、お、ちょ、なんか中でダメージ出てない？あれこれなんか誰か先に入っちゃった、もしかして。あ、すいません、ここでもうあのサソリ行けませんあ、もう行き止まる。あ、ちょっと待ってください、ちょ、渋滞中です、ちょっと交通規制入ります、交通規制入ります。お、もう早速入れねえぞ、交通規制入ります、ぷっぷあー、すいません、ちょっと、あー、すいません、ちょっとね、あの、ここなんかちょっと通れないみたいなんでね。あかん、これ。いや、もう。まあ、俺にはショットガンがあるしね、シノマもいるし。まあ、大丈夫だろ、最悪。あ、やっべ、タロさんが、あれだ、コウモリに襲われてる。絶対あれ、性病になってるって。うわー、タロさん、あれ、梅毒？梅毒？うわ、なにここ。めっちゃ煙いな。わ、広い！すごい。お、ちょっと待って、なにこれ。え、なに今の。なんか水判定があったよ。え、なにこれ、やばくないこれ。え、なにこれ、船あるんだけど。あ、なにこれ、これアーティファクトこれ。お、すごい、これ超かっこいいじゃんこれ。え、おい、海に出ようぜ。すげえ、なにこれ。え、どうしちゃったの、ドリー。え、なんか海底にもさ船あったしさ。え、今回洞窟に船あんの、やばくないこれ。超かっこいいじゃんこれ。なにこれ、え、これやばいんだけど、これ、え、上出れんのこれ。すげえこれ。おい、ちょっと待て、太郎とかいうクソ性病野郎が梅毒移してきた。気をつけろ、太郎ってやつ殺せ、太郎ってやつ殺せ、太郎ってやつ性病かかってるぞ、殺せ。ちょっと待ってね、撮影的にいいところなんだけど、太郎ってやつがあの病気移して今撮影止まってます。これあれだよな、なんか番事項にあったのって、配信の進行の邪魔をするのって番事項だったよな確か。あー、これ番かなあいつ殺しました、最高危ない、死にそうと思うじゃん。うぃし。ふぅ、危ない危ない。よかった。ファイザーと契約しといてよかったわ。TP お願いします。なんか、なんかちょっと、俺の撮影の邪魔した人を TP したくないな。とりあえずみんなでここでサムネ撮っとく、一回、まあ。とりあえずみんなでサムネ撮っとこうぜ。海賊船いいじゃん、これ。いいね。すごいね。こんな感じだと思わなかったね。すご。すごーい。しょうがないな、じゃあ、太郎さんそんなに言うんだったら、しょうがないな、今回だけだよ。まあ、太郎さん、大好きなカマキリだよ。はははは、気絶させられた。しゃ、てか、太郎さん動かなかったんだけど、太郎さん、あれなんじゃないこれ、これワンチャンこれ、飯とか食ってんじゃね、ロッテリア食ってた。だろうな。PC スペックのいい太郎さんが、あの、すぐ動かねえはずねえからよ。ぼーっと突っ立ってたから、絶対なんかしてると思ったわ。てかさ、これやばくない？これめっちゃすごいんだけど、すっごいかっこいいじゃんこれ。俺ここに住みたいんだけど。これ絶対あれじゃん、あ、なんか捨てられた勇者が賢者のおじいちゃんが育ててみたいな、そんなさバックストーリーあるよこれ。絶対そんな感じだよこれ。で、封印されし剣とか、なんか太郎さんが死んだなんか指輪を求めてあれだよ、旅する感じになるよ。これすごいな、なんかいっぱいいろんなとこ行きたい。あ、ちょっと待って、これ下アベレーションっぽいな。うざ、タロさんうざいわ。いやー、これがねカメラの映り方なんでしょうね。タロさんのあだ名性病 TP らしいよ使ったこともないのに性病だってはい、それでは行きましょう。オッケー、じゃあそっちのルートで下行けるのかな。とりあえず中に行って、目標としてはブルージェムを見つけたいから。え、ちょっと待って、すごいこれ、これなんかマイクラのさ炭鉱みたいな感じじゃないこれ。あ、なんかグラフィック的にブルージェムっぽいのあんぞこれ。あれブルージェムじゃないこれ、なんか 青くなってない。勝ったなこれ。とりあえず下のやつら縛いてくか。え、これブルージェムっぽいよね、なんかちょっと若干赤くなんかあれしてるよね、青く映ってるから。これかカンカンやってみる。これがブルージェムか。ブルージェム来たー。あれだね、結構すぐ近くにあるね、かなり近くにあるね。ここ炭鉱みたいになってるから分かりやすいね。ってさ、多分上から水滴落ちてきてるんだけど、それがなんか水判定になってるのが若干あれだね、変な感じだね。どこだここ、なんか全然わかんない、どうしよう、迷子になった、ほぼ迷子。ここ一回なんか行けるとこ行ってみようか。ちょっとさ全然さあんま分かってないけど、なんかとりあえずさ行けるとこ行ってみようよ。どんどん行ってみよう。こっちか、あ、ことにされた。
あ、なんかめ、あ、なんかぽいのあった、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 ぽいのあったよ、ぽいのあったよ。これちょっと一回合流したの待った方がいいんじゃない？あ、すごい。え、インディージョーンズじゃんこれ。ほぼインディージョーンズじゃん。すごい、インディージョーンズだ。めっちゃ綺麗じゃん。石転がってこない。やばい。もうそしたらタロさんを気絶させて、タロさんを犠牲にして、それで岩をせき止めよう。いっちゃおうか。壁にスイッチね。あれでしょ、ムカデとかいっぱいいるスイッチでしょ。おっ、何ここ。おはちょっと、絶対押すなお前、お絶対押すなお前、お絶対押すな。あっ床に、あっちょっと合っててよかった、シノマクロプス。しゃ、行こうか。あぶねえ。取れるのかな。あ、採取できる。ここでベリーとかを一応採取できる感じなんだ。へえ。これ、これもう終わっちゃった、このコーナー。めっちゃ気になるけど。一回じゃあまっすぐ行ってみるか。すごく気になるけど、一回ちょっと道なりに行ってみて、突き当たってから考えてみよう、次のルート。え、ちょっと待って、これさっきの船じゃん。え？足は頭混乱してるよ。場所がわかんねえ。とりあえず下に行ってみよう。洞窟だし、下に行けばなんかあんじゃね？すごいね。なんかちゃんとした洞窟になってんじゃん。すごーい。ゴー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 。あ、アートファクトあったよ。アートファクトあった。おお、アートファクトあった。アートファクトあった。アートファクトが、アートファクト。あ、これ飛んでいっちゃダメなやつもしかして。飛んでいったらチートのやつこれ。なんかアスレチックとかある？あ、やばい。アスレチックどころかクマがいた、クマがいた。どろちょ。これどんな感じ、これアスレチックじゃないこれ。これアスレチックだよね。あー、なるほどね。これシノマとか使ってるやつダメだわこれ多分。今多分紳士協定に違反したわ今ちょっと。休養できたんで落ちますって太郎さんが言ってる。多分お母さんに怒られたのかな、ゲームしすぎて。よっしゃー、まあこの余裕でしょと。うっ、試合行こうか。俺はシノマを置いてきた。よっと、怖え。俺シノマ置いてんのにティラコで悠々と言っとるやつ俺で。あ、ていうかちょっと戻ってきて、戻ってきて。あー、どうもどうもどうも、合流でーす。つき方の癖がすごい。いやいやいや、毛根が、それの飛び方は毛根が死ぬからやめとけ、やめ。お前最近染めてるんだ、お前ダメージ来るぞ毛根に、これで飛んだら。あ、素早く背中になってくれた、きっと。それではアーチバクト見てみますか。狡猾なアーチ、あ、ここが狡猾洞窟。ここさ、あれだよ、パッチでなんか、あの、狡猾洞窟はなんか変わったらしいよ、クレートの何かが。それでは狡猾のアーチバクトゲットです。うわっ、やったね。きっと狡猾のアーチバクト何気にゲットしてしもた。すごい。これさ、せっかくだからちょっと下見てみる、どんな感じになってるんだろう。まだ行ってないルートを行ってみよう。めちゃくちゃなんか、あ、やばい、すーごい、ちょっと気持ち悪いぐらい水晶あるよこれ。集合体恐怖症の人には厳しいぐらいのすんごい水晶量だよこれ。やば、すげえなこれ。一番奥には水晶があるんだ。なるほどね。おもろ、こんな感じになってるんだこの洞窟。でもこんなとこまで鳥来ないけどね。危険すぎて。なんかあのラベジャーとかいる方の洞窟はさ、結構さ、最深部まで行かないとジェムがなかったけど、こっちはまあまあライトなところにジェムあるから、こんな深く来なくても船からちょっと行ったところにジェムあるからいいね。え、滝の上まだ行けそう、マジマジ、行こう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 、面白そう。滝、あれか、何人かいるとこ、これ、滝の上って、あそこね、あ、オッケーオッケー、面白そう。ちょっとここ水判定だるいなこれ。なんか多分上から水がポタポタと落ちてきてるあれだと思うんだけど、すごいなんかめんどくさいね。え、落ちないの。体、体幹強っ、体幹強っ、足腰強よ、びっくり、足腰強すぎてびっくりした。ほいじゃあ行きますか。なんかまだ先に進めそうな匂いがしている。あ、ほんとだ、いる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 、すごい。なんか祭壇みたいのがあるよ。あ、これ最初に来たとこじゃないこれ。最初に来たとこっていうか、なんか途中でこの、なんか神殿みたいな感じで、多分太郎さんが、ちょっと、
落ちるわみたいななったとこじゃない。まあでも結果的にあれだね、目的だったブルージェムをゲットできたから今回の攻略作戦は成功と言っても過言ではないでしょうか。とりあえずシノマも持ってくるし、まあなんならあの普通にあの多分飛行生物入れるっしょここなので、そんな感じでいけば大したことないっしょ多分。ここで寝てんのこの人ここで寝てんの太郎さん、行かれてんなやばっ、バカなんじゃないかな、バカだろうね多分頭おかしいわということで本日も洞窟攻略は成功ということでありがとうございました。この度女性比率がもう何度目か分かりませんが、また 10% 切りました。はい、私が JK だって言ってるあ、すいません間違えました。で、タロさん笑ってません、タロさんが笑ってました、タロさんが笑ってました。きなこさんが自分のこと JK っておっしゃってることに関してはタロさんが笑ってましためっちゃ笑っとるぞタロとかいうやつ知らんぞ。はい、怒られても知らない、知らない、タロおめえって言われて知らない、お姉さんに怒られても知らない、あとで笑ったこいつ強え、タロさん強えな、誰にも起きさず行くな。まあすぐ謝るんですけどねこの人でもツイッターとか見てたらアークの女性プレイヤー比率結構高い気がしますね。そうだよね、なんか塩くんのツイッター見たら女性ばっかり出てきていいねのなんかされましたみたいな、なんかお友達がいいねしてますみたいなツイートが出てくるから塩くんのツイッターばっかりなんだけどね。まあなんだけどそんな感じで塩くんはあの女の人のツイッターしかいいねしないから、それ以上は言わないでああ楽しいな。最近の僕のマイブーム、塩くんをいじることです。塩くんのいいねでいっぱい出るよ女性は